ッグの頂点、オープンザツインゲート王者組、ナチュラルバイブスキング清水、横須賀進、テクニックの進とパワーのキング、2人はタッグ初結成ながら7月王座ダッシュに成功。今宵3度目の防衛戦に臨む王者組、そこに突如として送り込まれた他団体からの刺客、プロレスリングのは覇王、拳王、ノアのトップファイター拳王が覇王を引き連れドラゴンゲート電撃参戦へ。そしてなんといきなりのタイトルマッチ挑戦を表明。本当に簡単にね、あなたに来られてずっと持ってかせるわけにいかないから、11月名前持ってないというのは、しっかり守るよ、お願いします。11月3日大阪府立体育館エディオアリーナか、俺とそしてアオ、すげえもん見せてやるからな。外敵襲来、危険なタッグ決戦、ベルトは守りきれるのか、それともドラゴンゲートプレゼンテッドバイレック提供、オープンザツインゲート選手権試合、チャンピオン横須賀進、キング清水 VS チャレンジャープロレスリングノア、拳王覇王。体格は明らかに違います。パワーが制するのか、その力を身をもって知るか覇王、いやそれとも、さて放送席は現 GHC ナショナルチャンピオンのこの方にお越し願いました、望月正明選手、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。望月選手が道を切り開いたと言ってもいい対プロレスリングノア、はい、まあ極まってきてますね。そうですね、やっぱね、僕もね一人で参戦しながらね、この選手とうちのこの選手が戦ったら面白いなっていうね、そういうのをね、やっぱ心の中で思ってたところもあったんでね、こうツインゲート戦でね実現するっていうね、うん、なんかやっぱり独特の団体対抗戦雰囲気っていうのがね出てますよね。やっぱり尋常ならざる闘気っていうのを両者感じます。そうですね、でさ、僕がねノアさんで試合をしてるのとはやっぱり雰囲気が違うというか、やっぱりねこういう雰囲気もね、はい、うちの大会ではね、はい、なかなかないことですから、ですね。まあこの赤い軍団がやってまいりました。今後その中から覇王、役やしがるキングですが、覇王から紹介させてもらいましょう。2005年10月22日スーパークルーの1期生としてデビューしています。フリーの時期を経て2019年12月ですね、プロレスリングノア出場からリングネームをこの覇王に変えて混合入りを果たして、キャリアは丸16年。さあ拳王が来ました。進むとのぶつかり合い、日本拳法がベースにあるこの金髪の拳王です。2008年3月2日デビュー、ノアのトップ中のトップにキッチンシンク、進むが後ろから、おお、こういう攻撃は珍しいですね。いいですね、こういう。さらにもう一発、覇王にも。ダリアット、場外飛んだ、トペコンヒーロー。覇王が見せてくれますね。拳王がこうね、生意気なように見えて、リサーチ力がね、いろんな
なこと知ってますよ。まあ、各団体ですよね。あのすごい広い目を持ってるんでね。うん、そして今は輪廻を送り出しましたが、さらに希望フォールにカウントワン。師匠が新崎人生さんなんですよね。いろいろその技も受け継いだりもしています。うこれだ。まあ望月選手と比べてもこう蹴りの違いなんていうのも本当に面白いですよね。しかし共通項はその爆発力。胸板リング耐える。まだ倒れない。ならば倒れるまで。いやでもこんだけ連発する剣王も珍しいですよ。そうですね、確かに。逆にそこから一撃ボディをぶつけるともう一発カウンター。そして希望、この試合2発目。進むが危険を察知したようです。だいぶ試合が動いてきそうですね。剣王もでもあれですね、戦い方が、はい、あのやっぱりうちのルールとかうちのこうリズムに合わせてきてる感じ、いつもと違いますね。ノノアデノと、うん、はい、その中で BFS だったんですが、進むがそのピンチ救出に入る。エクスプロイダーへ。ですからそのリズムの中で、はい、いつもねやっぱりこのリズムでやってる進む清水にね、うまく突破口をね、はいはい、ジャンボ今日はまずかわした。いやでもこれね、覇王もね、動きできますからね。スイングスピーディーティー、食らっても耐えて決して諦めない反骨集団。その先方という覇王、そして大昇格の剣王、魅力的なタッグでもあります。木下場外に叩き落とされた。うわー、ジャンボの勝ちと右上段の蹴り。胸板かわした。ジャーマンスープレックス、これは得意の形。飛び込んで、面白い。そうですね、アンクルホールド。この技も望月選手と共通項でもあるんだ。じっと鉄腹。なるほど。もう一回戻しますね。ちょっとこれ危ないですか、進む。まだロープは遠い。今日は新たな出たちで登場した進む。ですがこれは不況に落とし込まれています。なんとか北前進、ロープに手が届いた。ギリギリまで外せない。おーもう一発。うわー、それを受けてリング中央グラウンドで望月選手、今機能しましたね、剣王覇王。そうですね、今ロープしたところ外からアシストしましたね。アオンが、そしてまたキングを止めている。でもシリーズがそのままおぶさって、あ2人分なんと言いますか、このシーソーゲーム。これはナイスアシストですね。ですね、キングのプロレス頭脳もフル回転。スクラップ状態に叩きつけます。こういう展開になるとまたキングの潜在能力が。そうですね、だからね、清水もね、キャリア的にね、こういう外敵に対してどう対応できるかなと思ったんですけど、はい、しっかり対応できてますね。やってますか。2013年5月25日、この大阪でウーハーネーション戦でデビューを果たした、あの時の姿はもうない、キング清水。ダブルインパクト、ジャンボにパワーボムには希望。剣王の蹴り、刀は飛び込んだ。ワンタックルでキング。覚醒か、場外へ。この巨体使いましたね、キング。大阪仙南郡出身のキング、よこしかかった。あでもね、こういうのありますからね、一瞬の切り返し、気をつけた方がいいですね、このスマホ。でジャンボは徹底的に払いません。ジャックナイフで覇王。スピーディーにキングが戻ってきた。うちではないような入り方の丸め込み持ってますからね。ありますね、はい、ニュートルネードクラッチ一発あれば。あー誤爆だ。おー、そして丸め込んだスクール。いい、危ない。チャンピオンチーム、なかなかやりますね。やりますね、まだある、まだある。となると抱え上げ、放り投げてジャンボの勝ち。
ここのところこの連携に冴えを見せているチャンピオンチーム横須賀勝った。歴史の一発を。おー、よかした。返しました。これでも返すのが覇王という男です。この先ですね、分岐点がまた訪れてくる。剣王は助けられるか。ジャンボー、剣王にジャンボー、そして必勝コース、トップロープからのキングプレス。ドラゴンゲート VS プロレスリングルアのツインゲート戦、勝ったのはチャンピオンチーム横須賀進む、キング清水、キング大爆発。ドラゴンゲートの頂点、オープンザドリームゲート王子やヤマト。かつて現世代と呼ばれた団体中心メンバー6人のうちの1人であり、幾度となく頂点をつかみ取ってきた。近年は若き世代のため自ら身を引いていた。しかし、まあ俺が一歩引くにはちょっと早かったなっていうのはね、まだまだ経験が足りないな、突出した存在がいない、丸く収まった形でみんないいんですよ。でも俺ら違ったから。共に一時代を築き上げた現世代メンバーは団体を飛び立ち、リングを去り、ついこの間のような気がするんですけどね、吉野さんとか高木さんとか川田さんとかと試合してたのが、本当あっねえ。時は流れた。それでもまだ俺は追いやられない、まだまだ。再び頂点へ。気づいてきた歴史はそう簡単には崩せない。いや、崩させない。奪い取ったリングの中心、リングを去っていった人間たちのことを考えたら、俺はこんなとこで若い奴らに負けるわけにいかない。ドラゴンゲートイコールこの俺だ、ドラゴンゲートイコールヤマトだ。走り出した5度目のチャンピオンロード。立ちふさがるは同じ現世代、極悪非道挑戦者ビビーハルク。ヤマトと同じく現世代の一人であり、団体の中心メンバーとして活躍。新世代が台頭する今、王者に土をつけ自らを見せつけた。こいつがチャンピオンだなんて認めてねえよ。だって弱えんだもん。ああ、そうだろ。見てくれよ、こう重視されるんだ。そういう意味でもすごい嫌いだ。その別に見てるんじゃなくて、顔だけ見てこう判断されてるのかなって思っちゃう。色眼鏡で見られたデビュー当時、プロレスラーの真髄を求め顔を隠したことさえもあった。レスラーですから、そのようには口癖のように発してきたその言葉。プロレスラーとは何たるか。こんなもんただの飾りなんだよ。いいか、プロレスラーに必要なもんはな、飾りじゃねえんだ、強さだ、凄さだよ。
どんだけ強えか、どんだけすげえかなんだよ。そう、お飾りはいらない。強さこそが全て。どうせだよ、俺だけ元気なのは寂しいからよ。逆指名してやる。次の挑戦者はお前だ。このままじゃ終わらねえからな。いいか、俺が言いたいことは一つだ。11.3 大阪、挑戦者はお前だ。時を超え、男たちが再びリングの中心に。昔も今も俺たちが現世代。恥かくなよ。あんたがリング上でみっともない恥さらすのは同世代として俺も悲しいからな。俺がどんだけすげえか、どんだけ強えか見せてやるよ。運命の頂上決戦。夢をつかむのはただ一人。オープンザドリームゲート選手権試合、チャンピオンヤマト VS チャレンジャービビーハルク。やはりえげつない攻め。そしてここのところはこれ高層席危ないんじゃないですか。これがありますね。場外へのバスター。まだ2人は離れない。市川さん大丈夫ですか。なんと、いやいや、ちょっとテーブルには走ります。フライトへ強いドロップキック。ちなみにここまでの2人のドリームゲートシングル戦ではいずれも30分オーバー。決まり手はギャラリアとフェニックススプラッシュでした。結構じゃあ長期戦なんですね。飛んだですね。その中からしのぎ合いになったわけなんですが、今日はまた土井選手お互いもう完全に全問解放ですね。そうですね。なんすかこれ。テーブル、なんか向きが違いますけど、これ本部席のテーブルですよ、土井選手。これ リングに向かってないですよね。これリング内じゃないですよね。あー、なんと、いや、で、場外へ。危ない危ない危ない。ちょっと、あ、アリーブよ。これは無理や。あー、ダメだ。いや、なんと、あかん、あかんやろこれ。ダメだこれ。いやすげえけど、すげえけど、あかんやろ。そうだろ。ヤマト、ハルクにも痛みは走った。すごい音しましたですよね。いやこれ BB ハルクの凄みが、いやこれ流れは完全にハルクですよですね。ヤマトを凌駕してしまうのか。トップロープからお、え、これで、これが走り込んでコーナー逆側へ。なんかこんなもん見たことないんですけどね。ですよね。いや、さらにファーストフラッシュ。吊り下げられたような。どうすんのやろ。何ですね。何が来る。え、またコーナーからですか。もうこれまずいですよ。これこれもらったら、この形が、え、 H さんだか。おお、立ち上がった、立ち上がった、立ち上がった。ラリアット珍しい。見たことないですよ。ですね。ラリアッターじゃないでしょ、確実に。ねえ、なんていうんですか、もうとりあえず体ごとぶつかっていこうと、ええ、もうとっさの判断じゃないですか。もう本能しかなさそうですね。はいはい、なんと、ハルクが繰り出せば、ヤマトも蘇生する。なぜ戦うのか、なぜドリームゲートなのか、ヤマトは問いかけ続けています。ハルクに対して。ハルク答える。変形水車落とし、ハウスロード、それをさらにローリングクラッチの形、どっちだ。
ちなんだ。まだだまだだまだです。アルクが速い。アルクだ。これかヤマト。総合格闘技のベース。フランケンシュタイン相手離さなかったですね。ですね、そのままの形で入っていきました。あーハルク、ハルク踏ん張れ踏ん張れ。ハルク RED も解任はない。どうだヤマト締めろ。ハルクどうなんだ。おーでも状態動きました、動きました、持ち上げてきた。おーおー、それでもまだ今度はロープか、ロープか、どうだ、新規薬師の体勢落ちた。なんだダメかダメかダメか。続行不可能。36秒ヤマト選手の勝ち。ヤマト勝利。ハルクが最後抵抗して動いて、またそれで逆に離された時に決まっちゃったんでしょうね。右の肩か腕か、はい、肘。次は本当です。11月27日の仙台サンボです。誰も殴る時に仙台サンボだな。仙台は俺の俺の要素、俺の全然俺のことは好き。お前の上の階段はそれは中間に、お前、まだ助けたんだ。階段です。いや、クロスの現実はやった。皆様、お前を次のタイトルマッチで、どうですか。お前の教えて。